こんにちは。一宮キリスト教研究所のアグロツトムです。今日はデイビッド・ドッケリ編集による福音主義秘策における新しい次元の第2章、ミラード・J・エリクソン、教会のための神学者の第10節、結論の第4段落を学びましょう。テキストを読みします。彼は継続して多様な選択肢への開放性を反映し、今日の神学における諸問題への広範な理解を明示しています。彼の神学は明らかに教える働きの脈絡から生まれながら、それは特徴として超定的で、新鮮で、そして牧会的です。